どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。続きいきましょう。とりあえず揺さぶるよ。何が不自然だったんですか。なんだそのへっぴり腰な態度は。だって何が出てるかわからないし。いやー、そのボーイさん、手ぶらだったんですよ。手ぶら？あのボーイさん、ルームサービスの管理の人ですよね。それなのに、ワゴンも押さずお盆も持っていなかったんですよ。ね？ね？これってやっぱり不自然ですよね。どうも微妙なところですな。ボーイが手ぶらだった。そんな不自然なのかな。どうする？荷物さんの証言、そのまま認めるべきか。ケチをつける。手ぶらのボーイ、全然おかしくありません。すごく不自然ですよ。ごく自然です。ボーイはルームサービスの係だったんだ。何か理由がない限り手ぶらというのはおかしい。裁判長、今の証人の発言を証言として採用していただきたい。ミスリギのやつ、何としてもそのボーイを疑わしく見せようというわけか。わかりました。検察側の主張を認めましょう。では証人、証言を修正してください。手ぶらが怪しいんですか？それは怪しいと思いますよ。だって、あのボーイを最初見たときだって、彼、ちゃんとお盆持ってましたからね。お盆にはジュースのボトルとグラスが乗ってましたよ。ジュース？何のジュースでしたか？私はトマトジュースだったと思いますけど、ボーイさんが手ぶらだった理由、それを示す証拠があれば、とりあえず急場はしのげるみたいね。手ぶらだった理由ですか？見てみるか。なんか殺人現場にお盆なかった気が。なんかそんな気がするんですけど違います。ちょっと見てみましょう。これか。あるじゃん。荷物さん。なんですか？あなたはすぐに人の言葉に影響されますね。ボーイが殺人者かもしれないと聞いただけで、すっかりそれを信じ込んでしまう。だって怪しいじゃないですか。縫い目があったんですよ、あのボーイには。縫い目くらい野球のボールだってある。野球のボールが怪しいと言うつもりですか。わぁ、それに、そう、手ぶらですよ、ボーイなのに。この写真を見てください。これは殺人現場の。伊沢さんの死体のそばにグラスが置かれていました。中身はトマトジュースです。そして、右下に映っているテーブルの上を見てください。これはどう見ても、お盆とトマトジュースのボトルです。ボーイさんはこれを伊沢さんに届けたばかりだった。お盆は部屋に置いてきた。だから手ぶらだったんです。わっ！しかし、そのボーイさんは死体があった控室から出てきたんですぞ。その時、伊沢さんが死んでいたかどうか立証できますか？密令禁止。あなたのせいでこの私がやり込められたではないですか。くっくっ、申し訳ない。なんだ？笑ってるぞ。証人、一つ伺いたいことがある。はい、何でしょう。ボーイは手ぶらだった。その手についてだが、私が話を聞いたときは確かその手には、ああ、そうだった。言い忘れてました。え？何を、そのボーイさん、手袋をしていたんですよ。手袋？真っ黒な革の手袋です。普通、ボーイさんはその手袋しないですよね。黒い革の手袋。なんでそれ先に言わなかったんですか？恐縮です。くそ、確かにすごく怪しいけど、ここで引っ込むわけにはいかない。手袋ぐらいしたっていいでしょ。だって革の手袋ですよ、ボーイなのに。川でできてると言えば野球のボールだってそうです。野球のボールが怪しいと言うつもりですか？わかる。その男は被告人から札束も受け取りました。そして殺害現場から黒い革手袋をはめて出てきた。確かにただのボーイとは考えにくいですね。どうやらお分かりいただけたようだ。では証人、証言の続きをお願いしたい。続きだと？ほう。それはぜひ聞かせていただきたいですな。恐縮です。証言開始。被告とボーイ、二度目の接触。
ボーイはそのオートロー君の引き返すのドアをノックしたんです。そして部屋の中の人に何やら手渡したんですよ。おじいさんその部屋に入らず帰ってきました。それで僕もトイレに行ってから席に戻りました。殺害現場から出てきたボーイが今度は被告人の控室に。そうです、たまたま見ちゃったんですよ。それにしてもちょっと目撃されすぎだろう。それも怪しいとこばっかり。いよいよただのボーイとは考えられなくなりましたな。では弁護人、尋問を。はい。尋問開始。被告とボーイ、二度目の接触。何やら手渡したこれじゃない？ちょっと待ってください。何ですか？こっちが何ですかですよ。中の人に何か手渡した。もっとはっきりしてください。そうですね。煮干しさんの頭は同時に二つのことは処理できない。ボーイから何やら受け取ったのは誰だったんですか？ああ、それがはっきりしないんですよ。どういうことですか？残念ながら腕しか見えなかったんです。腕だけですか。じゃあ、顔は見ていないんですね。ええ。まあ、大トロさんの控え室だったんですからね。やはり大トロさんだったんではないでしょうか。それで、そのボーイはそれからどうかしたのか？はい、部屋の中の人に何か渡した後は、そのまま部屋に帰っていきました。これは多分関係ねえな。多分もう一回これでしょ。渡したものだよ、問題は。はい。はい。中の人に何か渡した。もっとはっきりしてください。そうですね。何やら手渡した？はい。何だったんですか？それを覚えていたら何やらなんて言いませんよ。しかし、それは殺害現場から持ち出したものと考えられる。思い出せませんか？なんか小さなものだったような。一度、今の証言を整理させていただこう。ボーイは殺害現場から出てきて被告人の控室へ向かった。そこで部屋の中の人物に何か小さいものを手渡した。受け取った人物については腕しか見えなかった。そんな感じです。密林検事、それが重要なことなんですか？もちろん、かなり重要と考えられる。何しろ、殺害現場から持ち出したものを依頼主に渡した瞬間だ。証人、ボーイが渡したもの、よく思い出してください。そうですね、確かあれは、思い出したら証言付け加えてください。ああ、恐縮です。もう一度見れば、木製の置物。これもしかして。何なのだ、この気まずい間は。今、異議を唱えた人、どなたですか？はあ、僕ですけど。どうしたの、ナロド君。なんだか、嫌なことが起こるような気がして。弁護人、反証するならさっさとお願いします。わかりました。覚悟を決めるか。煮干しさん、あなたが見た何やらは、もしかして、こいつですか？あ、それだ、それですよ。いやー、さすがナロドさん、よくわかりましたね。こいつは確か、大トロ神話の屋敷で見つけた。被告の家ですって？一体これはどういうことですか？簡単なことだ。殺し屋は控え室で藤見の伊佐を殺害した。その際、現場からこの木製の熊を盗み出したんだ。その熊が大トロ氏の屋敷から発見されたということは、考えるまでもない。当然、大トロ氏が依頼主であることになる。静粛に静まりなさい。弁護人、あなたにとってかなり不利な証拠でしたね。はあ、すいません、千尋さん。あなたの判断は間違ってないわ。真実はいつか顔を出すものよ。その熊さん、あなたが提出しなくても、きっとあの検事さんが。そうだな、あの場にあいつもいたんだから。どうやらこれ以上の審理は必要ないみたいですね。このままじゃダメだ。なんとかしないと。何かもっともらしい疑問を提出するんだ。
裁判長、お待ちください。何ですか？今までの審理で、まだ不審な点が残されています。なんだと？それは気になりませんな。怪しい点、それってどれですか？受け取った人物。三物さんの証言ではっきりしなかった点。それは、このアクセサリーを受け取った人物です。そして、部屋の中の人に何やら手渡したんですよ。そう、残念ながら腕しか見えなかったんです。受け取った人物がはっきりしない以上は、その証言そのものが、ああ！なんですか、証人。規制を上げた以上は責任を持ちなさい。恐縮です。実は、思い出したんですよ。クマのアクセサリーを受け取った人のことを。なんですと？確かに僕、腕しか見えなかったんですけど。でも、あれは、殿様でした。あの腕、殿様は、へい。なんですって？間違いないか。はい、あれは確かに殿様でした。正式に。弁護人、また墓穴を掘りましたな。今日何個目だこれで、ね、こいつを受け取ったのは殿様だった。殿様、やはり大鳥の信号ではないか。弁護人のおかげでさらにはっきりしましたな。どうしましょう、チロさん。迷ってる暇はないわ。別の方面から疑問点を探しましょう。急いで。それでは、この証人の裁判長、お待ちください。まだ何かあるんですか？今度こそ疑問の余地は消え失せたではないですか？貴様を一緒に消え失せるんだな。なるほど。もう一つ、探すんだ、疑問点を。まだ怪しい点は残されている。なんだと？それは気づきになりませんな。怪しい点、それでどれですか？怪しい点、言うまでもなく、このアクセサリーです。そのクマが何か？こいつは大トロさんの屋敷から発見されました。しかし、あの晩大トロさんはホテルで逮捕されています。つまり、事件が発生してから彼は一度も家に帰っていない。あ、結論はもうお分かりでしょう。クマを屋敷に持ち込んだのは大トロさんではありえないんです。確かにその点は見落としていました。被告人には熊を持ち帰る時間的余裕はなかった。これでなんとかピンチャーに切り抜けた。まだまだ甘いな。なるほど。なんだと。私ははっきり覚えている。大トロの屋敷で貴様がつぶやいた言葉を。このエリアは完全に包囲した。逃げることは不可能だ。まさか、あの羊が殺し屋だったなんて。殺し屋と大トロはいわば共犯関係にあった。彼は大トロの屋敷に潜んでいた。潜んでいたのだ、羊として。なんと大胆な。熊のアクセサリーは殺し屋が屋敷に持ち帰った。逮捕されそうになった時、大トロが彼に頼んだんだろう。身体検査で発見されてはまずいからな。ふむ。どうかな、弁護士君。さっきからおとなしいが。ダメだ、つけ入る隙はまるでない。もう結構です。熊のアクセサリーが被告人の屋敷にあった理由も、控室で殺し屋からそれを受け取った人物も、すべてはっきりしました。殺害の依頼をしたのは大トロの信号だった。これ以上の審理は必要ありません。判決を下します。ご理解を感謝する。なるほど。やはり、真実には勝てなかったか。こうなることは分かりきっていた。だって、三つ木の一生はまさに真実なんだから。よろしいですね、弁護人。どうなんだ？よろしいのか？次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。小林製薬の伊藤洋二。なんか聞いたことあるなぁ。どっかの CM で聞いたことがある。明日の動画でお会いしましょう。小林製薬の伊藤洋二。いや、揃えろよ。ごめん。